ニッツ送ります。スヌーピーにするか、カルビ、あ、そうか、まだ決めてないのか。すごい、この誰かにあげんの、若い子、え、若い子、家族、おっちゃん、え、おっさん、おっさん、家族何人おんの。家族、うん、どうなんだろう。猿にして早く44歳、44歳スヌーピーか。でも竜とかを見てみたいな、うん、ネズミというのはね、昔から家族が多いんよ。だから家の中にネズミがたくさんいるうちは栄えると言ったよ、昔は。あ、そうなの？うん。特に東北ではね。ちゃん釣られてる。炙り鳥。まんまるで美味しそう。どないしよう。じゃまだ決まってへん結局。牛。スヌーピー。スヌーピー最近流行りやし。これってなかった。姉ちゃん持ってて、姉さんも持ってて、そしてパートナー送ります。なんすごーい。あれ、ネズミや、まあ、みんな集まってる、家族みたいに、うんうん、それは私がもらう。うん。私、スヌーピーかサルを買ってほしいな。